こんにちは。防災学術連携隊の米田雅子です。防災に関わる58の学会が日本学術会議を片目として集まり、防災学術連携隊を結成しています。私たちは5月1日に市民への緊急メッセージ、感染症と自然災害の複合災害に備えてくださいを発表しました。災害発生時には避難所で3密対策を取る必要があること、 市民の方はハザードマップを確認し避難が必要な方は避難所だけでなく親戚や友人の家など分散避難を心がける必要があることを訴えました日本は災害の多い国で地震だけでなく豪雨にも備えなければいけませんウィズコロナの時代に生きる私たちは今後どのように対応すべきでしょうか 防災学術連携隊には医療、気象、土木、建築など多くの分野の専門家が集まっています。知恵を結集してこの問題に取り組んでまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。